ここで警戒航空団について紹介します。我々警戒航空団はこの B767 A1C と B2B そして B2C の3つの機種を使い分けながら日本の空の警戒監視に努めています。会場の皆様、地上に展示してある航空機をご覧ください。搭載上部に P767A1X とは別の大空が作るという航空機を見つけることができると思います。この航空機は E2D 早期警戒機といいます。E767A1X の垂直尾翼に描かれているのはシマフクロウです。シマフクロウの発達したネトリミを使って闇夜の中で獲物を捕らえることができるという特性と E767A1X が浮遊する能力に類似していることから飛行隊のシンボルマークとして採用しています。ここまで警戒航空団について紹介してきましたが、さらにもう一機紹介いたします。花巻基地の各種イベントですでにご覧になられた方もいらっしゃると思います。その名は A1X ジュニアです。 A1X ジュニアは E767A1X の25分の1の大きさで、本物同様にドドームやエンジンなどを充実に再現しています。本日は会場の滑走路向かって左手に展示していますので、ぜひご覧ください。から E767A1X が着陸のために進入してきます。着陸後の E767A1X はエンジンの逆噴射とブレーキにより減速します。E767A1X は駐機場に戻ります。ご来場の皆様、短い時間ではありましたが楽しんでいただけたでしょうか。警戒航空団は日本の空を断固として守るため、昼夜を問わず365日警戒監視の任務につき、今年で